覚えててくれてありがとう。ちょうど今他の世界の私もお祝いしてもらってるみたい。嬉しいな。こんなみんなに大事に思ってもらえて。ごめんね、ミク。みんなと何か話してたみたいだったから、ちょっとタイミングを伺ってたの。そしたら、リンとレンが、せっかくだから、サプライズにしちゃおうって提案したんだ。うまくいってよかったね。うん。ところで、ミク。みんなと何を話していたの？世界の私の話だよ。ちょうど、あの子たちがお祝いしてくれてるみたいだったから。世界の私はあの子たちの思いから生まれた私たちだから、あの子たちにおめでとうって言ってもらえてすごく喜んでると思う。ねえみんな、私からみんなに届けたい曲があるの。これまでも何度か聞いてもらってるけど、今日はありがとうっていう思いを込めて、それからみんなとこれからもずっと歌でつながっていられるようにっていう願いも込めて歌いたいんだ。だから聞いてもらえたら嬉しいな。それじゃあ行くよ。それにメイコもカイトもありがとう。
私のお祝いに来てくれて本当にありがとう。今日までたくさん歌を届けてこられたのは、みんなが私の歌を聴きたいって思ってくれたからだよ。これからも変わらずにずっとずっとみんなに歌を届けていきたいな。私たちも一緒よ、リク。うん、これからもたくさん一緒に歌おうよ。あ、ノリノリでかっこいい曲とか今度一緒に歌いたいわ。あら、いいわね。私も混ぜてもらうかしら。いいね。その時は僕も一緒に歌いたいわ。